こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。今回はですね、前回皆さんにいろいろ今マインクラフトで悩んでいますというお話をしました。で、結果として、そう、たくさんのコメント本当にありがとうございました。で、僕の中でいろいろと結果を出せたので、とりあえずそれを喋りながら今回はこのワールドをね巡っていきたいと思います。というのも、新しくねマインクラフトを始めたいなというお話をしたんですが、それでもいいと思いますと、肯定していただけるコメントもたくさんありましたので、またね新しくマインクラフトをしていこうかなと思います。なのでちょっと今日はね、今まで建ててきた建物を巡ってこのワールドを一旦締めくくろうかなと思っております。まあワールドをね消しちゃうわけでもないし、なんだろう、そんなにね深い意味はないんですが、まあ思い入れのある場所なんでね、一応巡ってこんな感じでしたと。で、次に行こうかなと思います。ではまずここ、初めて最初に建てた自分の拠点ですね。第一拠点と呼んでいいんじゃないでしょうか。いやーね、もうダラダラ行くよ個人的にね、こういう三角屋根がね苦手だったんですよね、昔で。モダンな雰囲気で行くわっていう言い訳をしながらね、こういう四角い家をよく建てます。今でも全然四角い家の方がね建てやすいし、中も作りやすいからこの形が好きで、この四角のブロックを、これは3つ分ぐらいだよね、上飛び出してっていう、こういう感じで作ってると結構簡単にいろんな形で作れるので、まあ純豆腐ハウスぐらいのねクオリティは出せるんじゃないかなと勝手に思っております。で、2階があって、で地下があって、このね地下に入ってからのこの天窓とか結構気に入ってるんですよね。こっから楽して帰れたりとか、そんな感じでしょうか。下は一応バーのつもりで作りましたっていうテンポでやってると、かなりね時間がかかってしまうような気はするんですが、ほとんどね中途半端なんですよね。こういう建物とかも、ここに建てようかなって言って仮組みしたりとか、ここもなんかパン屋さんみたいにしたいって言ってたのに結局中作ってなかったりとかで、地下にね倉庫をがっつり作ったりはしたんですが、結局ここにもあるよねっていう、ちょっとねなんかガチャガチャしすぎてるんですよね。ここもこれはね結構気に入ってますよ。この建物は牛小屋、なかなかうまく作れたんじゃないかなと思います。まあこのね原木で柱通すとなかなかかっこよくなるっていう自分なりの勝手な思い込みですが、で噴水があって公園があって、で先向こうから見ようか。一応もう今ワールドを巡るということでピースフルで回っております。でここに櫓があって、ここもねたくさん増やしたんだよね。向こうまで段々畑にして、で図書館を作るために川がすごく必要になって、牛も大量に作ってますね。これめっちゃあるね、ごめんね、次のワールド行っちゃうわ俺、ごめんねすまんね。でここね、これも白樺で建ててみようっていう。でここにもね倉庫を作ろうとしているのに中途半端、これも良くないね。これ気に入ってますよ、この照明。上にね松明を隠してあるんですよ。ちょっとしたインテリアみたいなね風にしていました。さ、次にねマインクラフトを始めるって言った時に、まあアンプリファイドなんでちょっとねワールドの生成が特殊なので、どううまくできるかわからないんですが、これかまどね、中で焼き物を焼いています、コップを焼いています。
ていう体でね作ったりとか。懐かしいね。そう、アンプリファイドで作るので、どううまく建築できるかとか冒険できるかっていうのがまだねいまいち分かってはいないんですが、一つ目標にしたいことっていうのは、建築ばかりやっていたので、その冒険の部分とかそういうのも大事にしていこうっていうのと、あと結局こういう中途半端な建物が出てきちゃうともったいないので、なるべくちゃんと完成させるようにしようかなと思っております。これもかっこいいよね。入ると鍛冶が始まると。鍛冶屋さんですね。武器を作ったりとかそういうことをする場所にしたりで、ここにもね倉庫を作ってみたりして、わあそこにダイヤモンドがある、ここは鉱石焼いたりして詰めようっていう話だったんだけど、やっぱりねこう自分の拠点から離れちゃうと使わなくなっちゃうんだよね。でもそういうこと言ってると自分の拠点だけで終わっちゃうから、結局ね難しいんだよね。一軒建てて終わりみたいになっちゃうので、まあそれはそれで面白いのかな。街っていうよりは大きななんか塊のものを作ってみるのも面白いのかもしれないですね。ただアンプリファイドはね、アンプリファイドファンタジーという僕が途中でやめてしまったものと普通のマインクラフトを一緒に、ここも本棚詰めるとか言ったのにね、本当に口だけでしたね。本当に今回は申し訳ない。そう、アンプリファイドっていうクリエイティブでファンタジーっぽい世界を作るって言ってたのに4話ぐらいで終わっちゃったんですよね。でこっちの無計画中地の方もあったので、2種類のマインクラフトをやるっていうのは結構大変だったんですよ。なのでそれを今回は一緒くたにして、一気にって言い方はおかしいんだけど、同時に消化できたらなと思います。僕のちょっと今の環境だとね、そのぐらいがちょうどいいのかなと思ったりもしています。でここもね、せっかく駅を作るって言ってこの橋は全部かかったんだけど、なかなかね線路も引けずにもったいないね。ツイキャスで昔よくマインクラフトの放送を、このワールドのねマインクラフトの放送をよくしてました。でまたねそういうのも始めようかなと考えてます。例えば動画が回ってる時だけ、こうやって喋ってる時だけ線路を引こうってやると、やっぱりどうしても無編集でやってたので全然進まないんですよね。なのでそういう部分はツイキャスとかでポッポポッポやっちゃって、でまあ多少カットとかはね入れていこうかなとアンプリファイドの方も思ってるので、中途半端をなくそうってことが一番かもしれないですね、僕の中で今は。うん、いやー砂漠の村もねかなり思い入れがありますね。だいたいパート200ぐらいかな、200ぐらいからずっとやり続けて、100パート以上はここにいたので結構思い入れがねありますね。 E3 の看板がまだ残ってますな。かっこいいよねここ。結構個人的にも気に入ってるんですよね。なかなかいい感じにできたんじゃないかなと僕なりに思ってたりするんですけど、よいしょ、オアシスがあってね、よいしょ、村があって水路もちょっとだけあってゴーレムもいて、いろんなタイプのね家を建てたような気がします。あとドアをなるべく稼ぎたくて、こういうようなでかい家とかね。お久しぶりです。よかった村人いるね。
いいね、いるね。でこの下から洞窟に入ったりして大変だったんだよね。下にあそこだよ、あそこ。こっから潜ってさ洞窟探検とかブランチとかしてたらさ、最初にいた村人が全員ゾンビにやられちゃって、そっから始まったんですよね、このゾンビの蘇生システムが。村人ゾンビを助けようっていうことで頑張ってやってましたね。懐かしい。で初めてカーテンを作ったりしてね。いいじゃない、こういう謎の休みどころみたいなのも結構気に入ってます。で一応こっちが第三拠点の扱いで作ってはいたので、最後に僕が生活していたところが第二拠点。ちょっとちらっと見に行って面白いなってなって家建ててすぐこっちに来たんですよね、確か。よいしょ。うん、ここにも何度も寝泊まりした気がする。いやー懐かしいね。よいしょ。うん、この辺はこんなもんだったかな。 OK、 いていて、ここが研究所ですね。ゾンビ蘇生計画研究所、懐かしい。ここでリンゴとかね、人参はいらなかったか。弱体化作ったりして蜘蛛の目とか集めたね、懐かしい。ここで栽培してね、この馬のまま行けたんだっけな。さすがに無理か、入れてないのかなこれ。向こう側なんだ。あ、上開いちゃうわ。行ってくるわ。あいつ行った？ちょちょちょ。ああ、埋まってる。ああ。最後の最後で。でここを通って、ワープ、早く村間の移動ができるようにゲートを作ってね、行き来してました。これね本当は好きじゃなかったって言ってたんですよね、ずっと。その線路で移動する方がかっこよくないって言ってたんですけど、初めてねコメントとかでもたくさん教えてもらってこうつなぐことができたんですけど、すごく便利ですね。次のワールドでも、あーアンプリファイドだからどうなんだろうな、難しいかな、わかんないけど、ちょっといろいろね挑戦してみたいなとは思います。そしてここが第二拠点、僕が最後に生活してた場所ですね。クリスマスツリーもまだ残っております。片付け癖もつけなきゃね。最後の方でね荷物の整理をできたのは、このワールドをこう出ていく前にやれてよかったかなと思ってます。こうつけたものを外さないとかね、しまったものを適当にこう箱に入れちゃうとか、そういうのをなくしていきたいですね、頑張ってトイレットペーパー、そう。このワールド、この方のこっちのね町はなるべく一個一個の家を大きくしようっていうコンセプトでやってました。なので一軒一軒が大きいんですよね。でここが僕の家でございます。懐かしい。ここにねいらないものを全部ぶっこんで下で整理できるように改装しました。
いいね。いいよね。なんか、よかったね。楽しかった、楽しかった。まあ、コメントでもいただいたんですけど、その、ずっと同じワールドにいると別なワールドに行きたくなるっていうのに共感してもらえた方もいたんですけど、なんかね、やっぱり、まあ、動画撮ってる分、長く遊んだかなっていう気はするんですけど、動画撮る前、動画撮る以前とかね、マインクラフトしてる時も、ちょっとこう、効率化がね、目立ってくると、ブランチとかしだすと、ちょっと飽きちゃって、次のね、ワールドに行っちゃったりとか、新しくワールド生成したりとか、ほら、もう廃校作るよって言ってたのにね、もう、本当に。中途半端、やれないことは言わないっていうのも目標にしようかな。で、ここが僕が作った、これが最初で最後だったかな。このワールドはゾンビの経験値タワー、経験値トラップ、経験値タワー、なんて言ったかな。ここでお世話になりましたね。たくさんの経験値をいただきました。廃校もね、中途半端なんだよな。結構ね、頭の中で完成図はできてたんですけど、やっぱりうまいことできなかったな。で、ここが相当時間のかかった図書館。まあ、時間がかかったって言ってもね、結局本棚なんですよね。あ、これ間違えてるかな。これが変わってるんだよな。 1.8 のテックス D2 の 1.8 を入れてたつもりだったんだけど、うん、いいよね。この吊り下げ照明もね、吊り下げこの板天井みたいなのも、部分天井みたいなのも結構気に入ってます。うん、一個一個がね、重たかったから、今回ここの村の建物は結構思い入れがありますね。一日でポーンって立ったっていうのはないので。ガチャ、ここが宿屋ですね。ここもまあほぼほぼ完成っちゃ完成なんだけど、バーとかがね、プールバーにするっていうお話もしてたんですが、作れずじまいで終わってしまいます。なんか本当にね、作る作る言って作ってない感半端じゃないね。申し訳ない、本当に申し訳ない。いやー、いろんなゲームがね、楽しいからいけないんだよね。これね、動画撮ってると、あんまりこういうこと言うのも良くないんですけど、動画撮ってるとこう、ゲームをね、動画撮ってなかった時よりゲームをこう純粋に楽しめてるかって言われると難しい部分もあって、例えばこれ動画にしたい、このゲーム動画にしたいなって思うと、そこで一回止めてたりとかね、止まっちゃうんですよね。で、これマインクラフトの中なんで別なゲームの話するのもあれなんですけど、今フォールアウト4というゲームも実況しています。ただ全然上がってないじゃないかっていう話なんですけど、そっちもね、キャプチャーの調子が悪くてですね、昔の古いバージョンのソフトを持ってこようとはしてるんですけど、そうなっちゃうとやっぱりそのゲームプレイが止まっちゃうんですよね、動画が撮れない状況になると。なのでちょっとね、うまいことゲームと向き合いながら、まあ普段ね、動画撮ってない時とか、動画撮らずにゲームもバンバン遊んでるので楽しんでるんですけどね、かなりゲームライフは充実しておりますよ。ここも、ここはでかかったね、本当に。駅相当立派に、ここが気に入ってる、ここが渡り廊下が、で、この上でね、花火を、この裏、ちょうどこの裏でね、花火を打ち上げたんですよね。300回だったかな、ちょうど夏あたりだったから、あれやったのかな、花火。
いいね。まあ長いことやってきた割には本当に建物だけって感じなのかな。まあ冒険もしてたからこんなもんなのかな。これね、アンプリファイドの世界に行ったらこれまた作りたいね。この丸太切ります道具かっこいいよね。これスカイリムにね、あのエルダースクロールズシリーズのゲームに出てくるんですけど、こういうのがそれをモチーフにしました。うん、こんなもんかな。 OK、 そしたら、この無計画な感じのマインクラフト実況で使ったこのワールドは、全貌はこんな感じでした。長いこと、本当に長いことやってきたね。2年またぎぐらいだよね、本当に。このワールドを生成してから。ずいぶん長いことやってきましたけど、一旦ここでね、終わりにして、また新しくマインクラフトを始めたいと思います。まあ、このワールドね、また、なんかちょっと、戻って見てみたいなとか思ったら、ワールドのセーブデータ消すつもりではないので、また戻ってきたいとかね。なんかお別れっぽい感じがなってますけど、また別なところに行って遊ぶっていうイメージで遊んでいこうかなと思います。それでは皆さん、長いことこのワールドを支えていただき、コメントでね、皆さんのコメントのおかげで建っている建物もたくさんありますので、本当にありがとうございました。それでは、次回のマインクラフトで会いましょう。ありがとうございました。